グレープフルーツを食べながら配信したいと思います。みんなもご飯食べたんですか？今日さっき撮影で、ナンを食べたんですよ。インド料理屋さんでナンを食べたので、ちょっと予想外のご飯タイムが入ったんで。今日はお腹いっぱい。夜ご飯いいやと思うぐらい。あ、今食べてる、お仕事中ですって方もいるね。食べたんだ、みんなもう食べ終わった方が多い。ちょっと待ってね、私もちょっと今グレープフルーツ食べながら配信します。すごい。結構皮が厚くて大きいグレープフルーツかなと思ったら、皮むいたらすっごいちっちゃかった。焼肉食べたんだって、うらやましい。美味しいお豆腐食べた方も。お目目充血してないって。今日も充血してますかね。どうだろう。昨日ぐらいからすごいみんなに充血してる充血してる言われてるんですけど、あ、ご飯炊こうと思ったら配信があって、すいません。夕飯はカレーでした。カレーいいですね。カレー作ろうかな、今から。いただきます。グレープフルーツすっごい好き。すっごいではないけど。今日は、予想以上になんか大きくて。店員さんに「ナン、オッケーよ、ビッグサイズだよ」って言われたけど、ナンのサイズってさ、まあ、お店によってまちまちだと思うけど、言うてなんとなくわかるじゃないですか。まあ、大きいビッグサイズだなと思うけど、想像をはるかに超えた大きさでした。だからお腹いっぱい。うん、ヘルシーだから、今日の夜ご飯はピンクグレープフルーツでヘルシーに。うん。明日はみんなお休みの方多いんですか？土曜日。明日週末か。休みの人多いのかな？明日はこちらは土砂降りらしい。明日からやついフェスが、スタートします。私も日曜日最終日に出演させていただくんですけども、ライブが、午後1にありまして、その後、打ち上げ配信っていうものも、出させていただきます。お酒飲みながら。打ち上げ配信っていうのも出させていただきますので、そちらの方も、見ていただけたらなと思います。もしかして雨なのか。じゃあ今日走らないといけないかな。すごい、もう全然梅雨で走れてないし、でも食べちゃうしで、体重がすごいことになりそうです。
おんへん。体重の途中経過は順調ですか？1キロしか減ってませんでした。だから全然順調じゃないです。なんかさっきもそうだったんですけど、郵便物をさ、届いてさ、不在だったから、紙みたいに届くじゃないですか、郵便物。再配達の。でもさ、それでさ、本当は明日の午前中とか、まあ次の日の午前中とかに指定とかしてたりするんですけど、最近よくある。その再配達を依頼したら、次の日の依頼時間にしてるんだけど、その日の夜に届くとか、あるのは、なんで？言いたいことわかります？なんか来ちゃったみたいな感じで来るんだよね。配達員さん。そんなことあるの？それ2回目、今日。なんだと思います？これ。そう。そんなことあるって思うよね。そうなんですよ。配達員さん暇だったのかな？わかんない。そう、来ちゃったみたいな感じで来んのよ。ピンポーンって。だから今もさっき始めようとした時に、すごい一瞬で切った時あったじゃないですか。初めて。これ初めてスタートして今日。ピンポーンって配達員さん来ちゃったんで。本当はなんかそれを防ぐために、明日の午前中指定で再配達依頼してたんですけど、なんか来ちゃったみたいな感じが。これ2回目なの。何なのかな。あ、配達する回数を減らしたいはずだから、普通は依頼した日時に来ますよね。まあだから一回ちょっと行ってみようみたいな感じなのかな。ね、なんかよくあるあるです。まあ、全然ありがたいっちゃありがたいんですけど。ついでに来たのかな？一か八かだよね、多分それね。同じ宅配会社？ Yes, yes。明日にしたんですけどって言ってみなって。なかなかね、でもびっくりした、そう。だからこういうことがあるから、明日にしたんだけど。昔配達の仕事してたけど禁止されてたよ。あ、そういうことを、来たいんですよ。分かってあげてください。そうね。ちょっとショールーム始まる前にはやめてほしかったかな。ちょうど。ついでに来たんだよって。そうだしね。さあ、初見の方、M キッドさん、ありがとうございます。めんどくさいよね、多分ね。多分、配達の人たちってわかんないけど、区分があるんだよね。あなたは、じゃあ、こっからここまでとか、あなたはこっからここまでの担当ね、みたいな感じなのかな？知らんけど。それは一気にさ、配達したいよね。私だったら、私もそうしちゃうかもしれないな。最近置き配がメインなもので、置き配置き配達っていうの、荷物を下ろす前に同じ建物に配達があったんでしょうね。うん、そうなのかな。
でもたまにやってみたいなと思う。働きたいとはずっと言ってるんですけど、何？カフェの店員さんとか、店員さんのお仕事もしてみたいなと思うけど、何？ UberEats とかそういう、こなす作業のやつやってみたいです。注文受けてっていうのを好き。そういうのやるの。だから、宅配とかそっち系のやつやってみたい。配達員。気になる。働きて。今、UberEats ってあるからさ、食べ物とかさ、その配達、品物を配達する用のやつないかな？それなんて略せばいいんだろう。ウーバー。なんだろうね。ウーバーイーツ。食べ物以外のこと。ものを、なんて訳せばかっこいいかな。ウーバー。宅配便。ウーバーワールド。でも配達するのも大変だよって来てますね。タコハイ。やってみたいな、でも一度でいいからやってみたい。あ、今お仕事終わりましたって方、おばさん、お疲れ様です。雨が降ってきてますので、多分。いろいろやりたいね。あ、運送業で事務員してます、だって。働かせてほしい。UberEats、いいですね。吉川優の優にかけて UberEats。やりたいなー。羨ましい。なんか今日いろいろ教えてもらったんですけど、携帯のカメラにさ、ついてるさ、早送り機能できるやつ知ってます？なんだっけな、iPhone とかである最新の携帯ではないけど、なんだっけな、タイムラプスっていう、わかるかな？早送り機能のカメラ。iPhone に入ってる。iPhone の携帯に入ってます。それ今日教えてもらったんですよ。そういうのがあるんだよって。わかるかな？誰がよくやってるかな？パイパイデカミさんとかが、インスタのストーリーとかによく上げてたりとか、収録の、お弁当を食べてるやつ。あ、そう、コマ撮りするソフト？そう、長時間を短時間にするやつ。いつかね、上げてみたいなと思った。今日その存在を知ったので、使い方も。あ、夜景とか綺麗よね、だって。あれ、それ10年前ぐらいに流行ったんだってよ。そういうの使ってツイッターに上げてだっけ。そう、だから何かタイムラプスを使って何が撮ったら面白いかなっていうのをみんなに募集したい。長時間をキュッて早送りで短時間にする機能。粒数えたらいいんじゃない？とかあったけどね。寝相？ああ、気になるかも。寝相か。定点でやってね。あなたをタイムラプスでリハを撮ればいいんです。タイムラプスでリハ。あ、リハしてる風景をってこと？
釣りとか長時間だから短縮したら面白いかも。ああ、それ面白い。キッカちゃんのメイク、いいですね。キッカのランニング、どうすればいいんだろう。花の開花だって、面白い。でも、どうやってやればいいのかわかんない。あとなんだろうね。すごい撮ったら、寝相がちょっと気になるけど、あんまベッドは映したくないから。寝相悪いんだろうな。メイクみたいですって。そのすっぴんから出来上がるまでの。ま、でも言うて私そんな濃くするタイプじゃないんで、そんな、あ、落書き？いや、寝相気になるな。人のやつ見てみたい、寝相。イベントとかの裏側見たい。誰か回してもらわないとね、その場合は。サイクリングの様子。あと、釣りとか面白いかもしれない。まあ、なかなか釣れなかったらあれだけど。最近、アジ釣りにはまってて、アジを釣りに行ってるんですけど。お刺身にしても美味しいし。全然都内とかでも釣れるんで。サイクリングの様子。いや、でもちょっと近々使ってみようかなと思います。タイムラプス。すごい面白い機能。なんで今まで知らなかったんだろうっていうぐらい。多分知らない方多いよね。多分ね、みんなわからないと思う。この存在、iPhone に入ってるって。でも10年前ぐらいに流行りましたよってことはさ、まあ、昔の人は知ってるのか。お料理配信早回し。お料理の過程をみたいなことですよね。ちょっと気になる。でも、いつか、あげてみようかなとは思ってます。さあ、初見の方、ジミーさん、ありがとうございます。ちょっと今、タイムプラス、撮ってみたけど、どんな感じなんだろう。面白い。タイムプラス絶対あげよう、私。今、ショールーム配信してるとこで、下から iPad で撮ってみたんですけど、めちゃくちゃ秒で終わりますね。映画の映像表現で使われましたよね。10年前は本当にカメラでコマ撮りしてそれをつなげてた。いやで、メイク配信とか、あと、まあ、寝相とかもいいね。やってみたいけどね、いつかね。ホテル、どっかのホテルに泊まった時に、寝相はやりたいな。三脚借りて。意外とみんな知ってるもんなんだね。私知らなかったから。だから今日の収穫、私の中で。さあ、スペシャルギフト、早速いただいてます。ありがとうございます。幽霊かっこかりさん、明石のポチさん、ソフィラさん、ふわくわくさん、ぬまちよんさん、ふわくわくさん、明石のポチさん、セセリさん、ターボーさん、はちまるさん、あんさん、ふわくわくさん、やんやんさん、JS よむさん、ふわくわくさん、みきよさんからくまを、そして田中さん、はなじさん、ふわくわくさん、かっこつ、ターボーさんからハートを、M キットさん、ロンゲさん、ふわくわくさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。寝相とってて、無遊病が映ってたらだって来てる。もしかしたら、お腹空きすぎて、夜に冷蔵庫を開けて食べてる姿が映るかもしれないってことで。無遊病って何？病気なのかな？まあ、病っていうから病気か。
幽体離脱が映るかも。寝言言ってたりとか、寝言言ってる最中もあれなのかな、早送りで。でも声は聞こえないのか、タイムプラスは。タイムラプスは、声は、音声は聞こえない感じなのかな、早送りだから。寝言を録音して、それをみんなで聞く配信。ああ、いいですね。なんか寝言って、まあ、みんなも一回は言ったことあると思うけどさ、私もすっごい疲れてたりとかすると、言ってるみたいって親にすごい言われます。で、そういうのがあって、ちょっと気になったから、その寝言を録音するアプリみたいなのを一時期携帯に録画して聞いてみたんですけど、まあ全然何もなかったけど、わかる？寝言を録音するアプリ、いびきかいてたらどうしよう。え、書くよ、人間だもの。でも私が基本そのいびきかいたりとか寝言したり言ってたりするときはすっごい疲れてるときみたい。最近はね、まあ全然疲れてないから大丈夫なんですけど、単独ライブが2回公演あったとしても書かない。疲れてはない。なんかね、昔は結構デビュー当時とかはあったかな。歯ぎしりとかはないって、ないとも分かんない。そこまでは。やだね。寝言で事務所の悪口言ってたら盛り上がるなって。はずいや、はずいはずい。でも、寝言をみんなで聞く回、ありかもしれない。怖いけどね、なんか、喋ってたりとかしたら。あ、でも寝言ってストレスも影響するみたいだよ、だって。ん？ってことなのかな？ストレスも影響するみたいだよ、とコメント来てる。一回いいかもね。吉川優の寝てる時の録音を聞く回みたいな。みんなも寝言変なこと言う人いるんだろうな。自分がどんな寝言言ってるか怖いです。あひゃ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 と寝言で爆笑する吉川。ありそう。笑ったりとかはやっぱりありますよ。なんか笑って、って笑って起きるみたいな。その自分で言った笑いに対して。たまにある。あら、すごい。マンボウの東京酒の提供は2人以下90分以内って今ニュースでやってます。すっごいね。お店の人も大変だね、でもね。お酒を注文できるのは午後7時まで。2人以下の客に限定ってすごいですね。みんなこれ、店員さん大変だな。元嫁さんに、セメントで固めてお仕置きよって寝言したけど大丈夫と言われたことある。恥ずかしい。元嫁に言ってしまったのかな。セメントで固めてお仕置きよって。何の寝言なの。さあ、大変なことになってきましたね。宣言は解除になるみたいなんですけど、一応。でも、その、マンボウがあるので。大勢で行っても、二人ずつに分かれて入店されて終わり。一人ずつ行って、隣の人と飲んだら同じことでは。まあ、そうね。四人で行っても、二人ずつ入れば四人とも飲めるのかな？そう。なんかそういう、やっぱりみんな、考えてさ、行動するわけじゃないですか。
私も寝言じゃないけど、去年の夏とかかな、去年の冬から今年の舞台の1月ぐらいまで、ずーっと気管支炎って言われたけどね、あれ謎の気管支炎だったな。急になんか朝、もうエブリデイ毎日咳込んじゃって、もう咳がしすぎて、吐き気がぐわーってこの辺からぐわーって戻りそうになる時があって、で、ずーっと舞台の経過中も、咳で、結構激しい舞台だったんで、もう本当に大変だったな。コロナじゃないの？いや、コロナではない。何回も PCR 検査もしたし、怖くて。やっぱ本番も近かったりとかあったんで、舞台の稽古はお休みしながら、結構大変でした。何なんだろうね。だから今では全然そういうのないんですよ。で、お医者さんからは、まあ何件かいろいろ回ったんですけど、わかんないっていうお医者さんもいれば、その気管支炎だっていうお医者さんもいたりして、まあ薬飲めば収まってきてはあったんですけど、パタッとなくなりました。それが終わってから。あ、ストレスだよって。やっぱりそうなんだよね。わかるよ。なんかそんな気がする。なんか、あ、それ自分もちょいちょいありますって。マイコプラズマ肺炎。ああ、それも考えました。そう、大変でした。まあ、そんなことがあったから。結構大変だったな。だからよくさ、なんか、問診票みたいな、あるじゃないですか。病院行ったりとか。で、問診票みたいな書くときに。で、過去にかかった病気みたいな、っていうところに、気管支炎っていうのもあると、一応丸とかはしとくかも。気管支炎なのかわかんないけど。あったな、なんか、今年の頭はそれが。エアコンのカビとかもあるのかな？そうなのかな？そういうのがあったりとかしてなのかな？だからもう一回その時期が来るのが怖いです。もしストレスで、そういうことになってたとしたら、なんか同じようなことになりそうです。すごい怖い。そんなことがあったなと思います。まあ、寝言と全然話違ったけど。でもいつかも、カメラの機能のやつで、タイムラプスで撮りたいな。ランニングしてる姿は撮りたいけど、どこランニングしてるのバレるの嫌だから。床を撮ればいいのかな？どうなんだろう。え、ストレス発散できてますか？ストレス発散できてますか？皆さん。全然なんか、何がストレスか今分かってないけど。そこ、ランニングをやめときましょう。取るのね。わかりました。何で発散しようかな。今まさにしてる。まあ、食べてストレス発散って方が多いかな。だから、走れないとストレスかも。走らなかった自分にストレスとか、走れなかった雨とか、あと仕事とか予定が詰まっちゃって走れなかったパターンもあるので。お皿でも割りますからって。ああ、割ってみたい、お皿。割れるとこないのかな？なんか瓦とかさ、割れる、そのストレス発散のために、
なんかありますよね。廃墟みたいなとこでさ、バーンって投げてさ、そういうストレス発散ができる場所みたいなの。いろいろ割ったりとかして。そういう場所確かあるよね。お酒には行かないのか。お酒飲んでストレス発散っていうことがあんまりないかもしれない。なんか逆にそんなにお酒がストレスになりそう。怖い。ほら、お皿を投げるとか昔あったな、だって。あ、そういうアトラクションのところ、池袋にあるようだって。そう、何かで見たことあるんだよな。浅草にあるって。割れるところ。瓦割りみたいなところ。やりたい。かゆいかゆいかゆい。ストレス発散ね。大変だからみんな頑張ってください。今日はすごい眠い。雨が降ってきてるっていう予報なんで、全然走れない。かゆいかゆいかゆい。今すっごい足に虫刺されがすごくて。なんでこんなに集中的に刺されてるんだろう。ねえやってきてる。寝ろってことね、あくびしてるなら。ん？今何時だ？ 9 時か。9時なのに、今日すごい寝たと思ったけど、まだ寝れる、全然。9時です。網戸開いてるんじゃないって、私しょっちゅう網戸開けて家出ちゃうタイプなんで、網戸っていうか、まあ網戸も半開きみたいな時あるからね。だからよく今日も足が長い、あ、蜂ではないんですけど、何、足長おじさんみたいなやつかな、なんか蜂っぽい飛び方で、足が4本足でね、長いね、蜂みたいなやつ来たの。あれ何なんだろう、蜂みたいなフォルムで足が長いやつ。足長おじさんみたいな足が長いやつ。結果どこ行ったんだろうな。プーンって入ってきたのは見て、で、プーンってどっかに飛んでって、今、行方知らずです。足長蜂？足長蜂かもしれない、もしかしたら。アブっていうのも、そうね。ガガンボっていうのもあるの？ガガンボだと気持ち悪い。アブ。黄色と黒なら足長鉢。いや、黄色色は入ってなかったけど、黒で足が長かった。アメンボみたいなでかい蚊みたいなのか。なんて言ったらいいんだろう、あれ。そう、だから最近よく入っていくんです。あ、ガガンボっていうのは巨大なカラシ。それガガンボって正式名称なのかな？聞いたことない。巨大な蚊だってよ。みんな知ってます？ガガンボ。ガガンボ。早かったって。早かったです、スピードは。あ、ガガンボって、
あ、いますよね。たまに。飛ぶやつかな、これ。足長おじさんってうちではやってたんだけど、違うかな？ガガンボ。足長おじさんってわかります？みんな。足長おじさん。足長おじさん。おし、虫。え、知らない？全然、足長おじさんって出てくる、打つと。あ、でも、通じてる、通じてる。足長おじさんって、ネットで、虫、足長おじさん、虫って足すと、ガガンボなのかな、これは。呼び方の癖。虫の名前ではないんですけど、あ、でも、呼んでる地域もあるみたいです。足長おじさんと呼ばれている虫をいるのをご存知ですかっていうサイトもあるぐらい。そう、ガガンボみたいな感じ。ああ、足長おじさん。千と千尋に出てくる、あれみたい。銭湯にいる。あんな感じ、イメージ、本当に。え、ザトウムシっていうやつなのかな？足長おじさんの正体は。初めて聞いただって。そう、そんな名前の虫。まあ、そう呼ばれてるところもあるという。虫らしい。今知った。なんか足長おじさんでずっと育ってきたんで。ね、虫は嫌いじゃって。なんか私のすごい小学校の頃の親友、ゆかって言うんだけど、バスケ一緒にやってて、そのバスケットの試合の前に、ユニフォームを配られるんです。あなたは今回何番何番って。学年変わるごとに。で、そう、試合前にユニフォーム配られて、そのユニフォームの中見たら、そのユカってこのユニフォームの中から、すっごい大きい雲が出てきたっていうのはすっごい思い出ある。それからもうなんか、ユカイコール雲だったもん。そのユニフォームの中から出てきたっていうのが結構衝撃的だった。何番だったかな？15番とかのユニフォームとかだった気がするけど。ね、最悪ですよね。トラウマになる。ほんとトラウマになる。わかる。え、虫が寝室に入ってきても平気な方？でも、なるべく蜘蛛とかは、ちっちゃい蜘蛛は雨の日には殺しちゃダメなんですよね。っていう風習ありますよね。雨の日に蜘蛛は殺しちゃダメだって。知ってます？これありますよね、そういうの。だからあんまり、まあ雨の日じゃなくても、そのままほっとくときがあります。蜘蛛に関しては、ちっちゃい蜘蛛はね、大きい蜘蛛は潰せはしないので怖いから。まあどっかに入れてポイってやるかもしれないけど。まあ虫は嫌いです。でも、いかんせん、やっぱり釣りをやるので、釣りとかしてると、茂みの中に入ってって、そのいいスポットを見つけるために、茂みをかき分けていくとことか結構あるんですよ。ブラックバス釣るときとか。で、そういうときに限って、なんか、ノースリーブとか半袖で行ったりとかするんで、そのときは結構虫がいっぱいいるんですよね。蜘蛛の巣の巣とか、糸とか。いろんな毛虫とか結構いたりするんで、それはちょっと嫌だ。そういう時は、本当はダメかもしれないけど、竿を先に向けて、こうやって、バッテンで切りながら、蜘蛛の巣かき分けながら、そういう時は行ってます。でも釣りやるから、
通らなきゃいけない道ではあるんですけども。毛虫に刺されないようにねって。釣りの餌は大丈夫？釣りの餌は触れます。ミミズみたいなのは全然触れます。そう。でもやっぱりね、あの人たちも生きてるからね。殺せはしないよね。最近結構釣れてますか？ぼちぼちかな。最近は、ブラックバスじゃなくて、海の方で、アジ釣りにはまってます。また。アジ釣りにはまってる。いいね。釣りイベントとかあったら、みんなでしたいな。やりたい。イベントとかで釣りしたい。あ、うちも釣り行きたいだって。あったら行きたいよね。で、一番、大きいのを釣った人には、景品とか。だから、競技性とか、勝ち負けがある釣りしたいです。あ、船釣り。船貸し切りとかね。アジだと餌何なんだろう。ワームで釣るアジングっていうのもあるんですけど。でも餌は、エビのね、臭いやつ。コマセみたいな。まあ今いいフルーティーの匂いとかあるんですけど。そういうので全然釣れる。五目釣り。釣って食べたいなって。今、釣り仲間がいないから全然行けてない。いつかね、行きたいですね。なかなか、まあ、船とかも苦手な方も多分いると思うから。あと、虫が触れないとかね。クロダイ釣りたい。いいな。一等は吉歌さんがさばいた魚で。ああ、いいかも。やりたいね。まあ、コロナが落ち着いて、あと何年後かかな。釣り上やるとしたら。いつかやりましょう、みんなで。さあ、ギフト追加でありがとうございます。むやち。あやちさんから、そして、ふわこわくさん、エムキットさん、元気さん、ターボーさん、ふわこわくさん、ユーフレカッコカリさんから、追加で、そして、くまさんをターボーさんから、いただいてます。ありがとうございます。さあ、みんな明日は何するんですか？週末。まあ、明日はちょっと一日またお天気が悪いのでぐずつくので、まあ、何するにも知れないけど。歯医者に行くだって。あ、いいな。私も歯医者に来週行きます。散髪行く予定。運転の練習をしました。って。私も通わないとな、そろそろ。お家でお勉強。いいな。買い物かなって。明日はゴトゥの生誕に行きます。まあ、お仕事の方もいるね。室内でロードバイク乗ろうかな。いいな、趣味がある人すごい羨ましい。私が好きな趣味ってやっぱり外で、
ランニングとか釣りなんで、雨降ってたらちょっと、やる気が失せるような趣味ばっかり。だから、室内でできる趣味が欲しい。映画見に行く方もいるね。伊豆まで魚食べに行きます。だって。羨ましい。いいな。私も早く免許取ったら、もうプラーっていろんなとこ行くんだろうな。好き勝手に。きっか、インドアの趣味を見つけるの巻。ゲームはあって。ゲームちょっと苦手なんだよな。はよ、免許取れば？そうね。梅雨を使って免許取ろう。ね、いいの、ドライブし、ああ、いいな、車免許欲しくなってきたな。釣り行くなら、車便利そうですねって。そうなのよ。そういう時に車があればいいなと思う。誰かに乗っかっていくんじゃなくて。そしたらしょっちゅう行ってるかもしれない。あ、今、教習所混んでるらしいって。そうなんだ。でもちょっと室内、まあ、梅雨なんてあっという間に終わる、過ぎ去るから、別にいいんですけど、室内でできる趣味をちょっと見つけたいな、そろそろ。もう軽トラとかでいいかな。もう釣り行くだけの車なら。そろそろ。でドローンしようかな。女の子を落とす場所にしてました。夜景スポット。行きがちよな。夜景スポット。でも免許と、まあ、早く免許の教習所通ってから考えろって話だけど。免許取ったら、みんなさ、茨城の時はさ、なんか、千葉とかに行きがちなんだよね。土浦とかさ。免許取ったら、一番最初にどこに行くものなの？みんなどこに行った？ハイエースとか乗ってたら茨城の女の子っぽい。偏見。確かに偏見。みんな一番最初ドライブ、どこ行きました？え、私どこ行こうかな。まあ、無難に、あれかな、そこかな。箱根、そう、箱根とか。あ、筑波山に行ったって方もいる。秩父。へえ。芦ノ湖、友達の家。墓参り。近所を走りまくったって方も。湾岸線走った。怖くて近所しか行けなかった。まあそうね、車持ち立ての時なんてさ、やっぱり感覚とかがあるじゃないですか。自分のその車のさ、車間距離じゃないけどさ、ま、首都高は乗れないよね、怖くて。伊勢。あ、やっぱりでも、河口湖とか、箱根とか。まあ、山梨とかに行ってみたいかも。車で。一回ぶつけたら開き直れる。芦ノ湖のスカイライン。私もそれ乗ったことあります。芦ノ湖のスカイラインってすごいなんかちょっと山を越えるんですよ。峠を越える感じがあって。なんか、何回か乗ったことあるんだけど、めちゃくちゃ怖いですよね、あそこ。すごいね、ビューなの、絶景のビューなんですけど、ブーンって走った時に、
なんか、リンリンロードじゃないけど、何の現象か分かんないけど、走った時に、車から音が聞こえるみたいな。道路を走って、なんか音が、メロディーロードみたいなところがあるんですけど、でも山を越えるんですよ。大きい山を。クワーンって。それがめちゃくちゃ酔いました。乗ってる私が酔うんだから、運転してる人はもっと酔ってると思うけど。そう、スカイラインってある、すごい気持ち悪くなった覚えはあります。怖いな、でも。スカイラインね。運転してる人は酔わないよ、だって。運転する方が酔わないらしい。へえ。何なんだろうね、その現象って。不思議だね。だから私も最近、ちゃんとなんかその免許を、本試験が難しいんだっけ？その、引っ掛け問題が多いから、みたいな。そういう問題書を事前に買い取りたいです。で、勉強したい。売ってないかな？本屋さんに。試験に出る問題集めた過去問集みたいなやつ。もうそれ勉強してたいな、今から。え、売ってると思いますか？そういうの。あ、売ってるだってよ。本屋で売ってるらしい。それショールームでやろうだって。え、やりたい。問題集あるらしいよ。そしたら、よくみんな、その難しい引っ掛けの問題って、何回も落ちちゃう子がいるんだっけ？確か。で、今からコツコツやっとけば、一発で受かるってことですよね。あ、アプリでもあるらしいよ。へえ。普通免許取得ガイド。2回落ちたって方もいる。何回も落ちる人もいるんでしょ？やりた。あ、それ買ってくればいいのか。松浦さんは16回落ちたのって。過去問大体パターン一緒だからそんな難しくないはず。今からやればいけるな、だって。あ、ちょっとそれいい情報。免許の問題集、ちょっと調べようかな。1回で合格したいよね、やっぱり。その合格不合格って分かんないけどさ、不合格になるじゃないですか、その引っ掛け問題の試験が。そしたらまたお金を払って一からやり直すんですか？その免許がいくらぐらいか、まあ30万とか、高くて40万とかなのかな、一回受けるのに。それで試験で落ちるとするじゃないですか。そうするとまた30万払うの？そしたらボロ儲けだよね。試験はそんなにしないんだ。あ、でも、前の受けるたびにお金がかかっていくっていうシステム？学科試験の分だけ。あれはボロ儲けやで、だって。試験だけやり直しだから、受験料っていうの？試験だけではそんなにかからん。ペーパー試験。ちょっとよくわかんないけど。楽しみ。ちょっと問題集探してきます、明日。まあ、アプリでもあるってあったから。アプリでもやろうかな。もう車乗った時とかタクシーに乗った時に、もう、後ろの後部座席じゃなくて、助手席乗って、左側ハンドルで運転してるつもりで、運転ごっこしてみようかな。そしたら覚えると思いますよね。そうやって今度から車乗ろう。さあ、楽しみ。そう。頑張ります。さあ、それではそろそろ終わりにしたいと思います。スペシャルギフト追加、鍋さん、ありがとうございます。
さあ、みんな明日からまた梅雨らしいので、気をつけてください。梅雨寒いので。さあ、皆さんありがとうございました。また配信できるとき、まあ明日も配信したいなとは思ってますので、またお知らせします。さあ、それではさよなら。ほら、9時半です。もうそろそろ。また。おやすみなさーい。またね。さあ、アビスさん、ソフィラさんから追加でギフトいただいてます。ありがとうございます。また会いましょう、いつか。おやすみなさーい。